こんにちは、原点のりひろです、今回はアプローチについて、お話ししたいと思います、これはスイング自体のですね原理原則にもなってくるんですけども、まずアプローチ、またパターもそうなんですけど、ショートゲームに関してはこういう形のこう振り子運動っていうのが非常に重要に、なってきます。で、これを実現しようとするためにはまず右打ちの方だとこの左の肩、ここがですね支点になって振り子運動を行う必要があります。リードアームといって、先行する腕はこの左腕、右腕の場合はこちらがリードアームで、よく、皆さん振り子運動って聞くと勘違いされるのは体ごと、振り子にしようとされる方が非常に多いので、体全体をこういう風に使ってアプローチをされる方が非常に多いんですけども、これだとですね体がこう揺れてしまってですね、ヘッドが、振り子にはなってるんですけど、体全体で振り子をイメージしてるだけなので、どうしてもこれはうまく打てません。大事なのはこの左の肩を支点にして、ここを振り子運動させるという形です。でそうすると見た目も全然多分さっきと違うと思うんですが、フォローがどっちかというと低く出ていく形になります。でまた入射角も少しこう浅くなってくるのが分かりますかね。さっきの状態はこう体全体の振り子で、左腕だけの振り子だとこういう状態です。これが皆さんアプローチでミスをしやすい、振り子の勘違いになってくるので、この辺を気をつけて練習してみてください。